ジョセフ・イートン・ファニングはイングランドの作曲家、教育者、イートン・ファニングとして知られている。彼は音楽教師の息子として生まれ、12歳で教会のオルガニストになった。王立音楽アカデミーに在学中はアーサー・サリバンらから教えを受けた。優秀な学生であったファニングは多くの賞を受賞した。1874年にはアカデミーの教員となり、 その後、ギルドホール音楽演劇学校、王立音楽大学、ハーロー校でも、教鞭を取った。作曲家としてのファニングの作品は、オペレッタや一幕のサボイオペラから、ミサ曲やマニフィカトといった、教会を音楽に及ぶ。また、彼は、公共曲などの還元楽曲も作曲しているが、よく知られるのは歌曲によってであり、中でもパートソングの、ザ・バイキングスが、最も有名である。 ファニングはコーンウォール州ヘルストンで音楽教師をしていたロージャーファニングの息子として生まれた。ファニングに最初に音楽教育を施したのは彼の両親であった。5歳で出演した地方の行事が初めての公開演奏となり、そこで小さなフィドルで独奏を披露した。彼が9歳の時に父がこの世を去り、一家はサフォーク州のイプスウィッチへと移り住んだ。 ファニングはその町の教会の聖歌隊であるとを歌い、地元の講師にオルガンとバイオリンを学んだ。12歳になると彼はホルブルックのオールセインツ教会のオルガニストになった。この村はサフォーク州内、イップスウィッチの南端から約8 3トルの地点に位置しており、彼は荷車に乗れなかった場合は歩いていかねばならなかった。その後、彼は 一部イ一の線とマリルタワーのオルガニストだったリンドレー・ナンの下で学び、ナンはファニングを自分の大役に任命した。この役職は若い音楽家にとっては最大級の実践的価値を持つものだった。ファニングは5年間にわたって毎日午後の礼拝で演奏し、60人のメンバーからなる聖歌隊の指導者代行も務めた。 王立音楽アカデミー1870年4月、彼の20歳の誕生日の直前、ファニングは学生として王立音楽アカデミーに入学した。彼は当時学長だったスタンデール・ベネットとアーサー・サリバンに作曲を他の教授陣に歌唱、ピアノ、チェロ、オルガンを支持した。彼は後になって自分が音楽形式について、ベネットから還元楽法について、 サリバンからいかに多くのことを学んだかを回想している。彼が最初にアカデミーの演奏会に出演したのは1870年10月のことであり、ピアニストとしてベートーベンの月光ソナタを弾いた。1871年にはアカデミーの銅メダルを受賞し、翌年には銀メダルを受賞している。学生時代にはワーグナーが指揮する演奏会で合唱隊として、 ロイヤル・アルバート・ホールの舞台に立っており、また、バイロイトやドレスデンを訪れている。その後1884年には、ロイヤル・アルバート・ホールでも用された、ワーグナーのパルジファルの演奏会形式での公演で、出演したロイヤル・コーラル・ソサイティの稽古をつけた。ファニングは、学生時代に作曲を開始し、1871年には、 序曲と二つの弦楽四重奏曲を1872年には公共曲を作曲した。1873年に彼はメンデルスゾーン小学生として選ぶ。この作品を耳にしたジョン・ステイナーはこれを1878年の聖職者の息子たちの音楽祭での演奏曲目として推薦し、奏フがノベロ社から出版された。アカデミー在籍中、ファニングは パディントンのセントトーマス教会とルイシャムのセントジョンズ教会のオルガニストの職を引き継いでいる。彼は二つのアマチュア音楽団体とブージー社主催のロンドンバラードコンサートで歌っていたプロの団体イートン・ファニング支線合唱団ミスター・イートン・フェイニング・エッセレクト・クアイアで指揮をしていた。ファニングは1874年に火星学の教授代理としてアカデミーの教員に任用され、 1877年には、ピアノの助教授、その翌年には、教授に昇進した。1877年には、アカデミーの準公友となり、1881年に、公友となるが、これは卒業生にとっては最高の栄誉であった。1877年7月18日、アカデミーが主催して、ファニングの一幕の喜劇的、オペレッタ、ザ・ツー・メジャーズが上演された。 エドワード・ローズによる台本は、ウィリアム・エス・ギルバートのバブ・バラーズを改作したものであった。サリバンは、ファニングが作曲した音楽に対して、温かく、現実的な興味を向けていた。ミュージカル・タイムズ氏には、この作品について、次のような記述がある。体操面白く、優れておりイタリア・オペラの不合理を鋭く風刺している部分もあり、作曲者の目指す方向性に沿った。 素晴らしい出来となっている。ある批評家は音楽と舞台演出を称賛しつつも、これが学生による講演であることを付け加えた上でこう、記した。衣服に関しては、宮内庁長官が伝統的に戦望と眼差しと保護の中受け継いでいるのと同じ具合にもっと伸ばす必要があった。ファニングの楽曲が成功したことがきっかけとなり、アカデミーの教員は、 オペラの講座を新設することになった。リチャード・ドイリー・カート1881年10月、ファニングの2作目の喜劇的、オペレッタ・モック・タートルズが、サボイ劇場で、ギルバートとサリバンの、ペイシェンス上演前の開幕劇として上演された。この作品は1883年3月まで、はじめは、ペイシェンスと、その後、イアランシーとセットになって上演された。 リチャード・ドイリー・カートのオペラ会社もこの作品を携えてイギリス国内を公演してまわった。1882年、アーサーローの台本によるこの作品はトーマス・ジャーマン・リードの工業会社によって上演された。批評家の見方は好意的なものだったが彼らは主に台本に注意を向けており、音楽に関しては非常に元気が良かった、可愛げがあった、陽気で。 戦慄的であったなどと書くにどまっていた。同じ年に、ファニングの助曲、ザ・ホリデーが、ロイヤル・オペラ・ハウスのプロムナード・コンサートで演奏されている。1882年8月、ファニングは、キャロライン・ペア・ガルピンと結婚した。二人は息子一人と、娘三人を設けた。ファニングは、還元楽のための感想曲、サベージ・ダンスという愉快な曲を作曲し、 1883年7月にロイヤル・アルバート・ホールで行われた未開人クラブの催しのために未開人の衣服に身を包んでこの曲を指揮した。これは王立音楽大学の基金を立ち上げるための演奏会であり、エドワード・ナナセイとアレクサンドラ・ヒも隣席していた。彼のその他の作品にはバターカップス・アンデイジーズや児童合唱のための田園カンタータ ロタン調のミサ曲、ピアノ独奏曲、様々な歌曲や合唱曲がある。彼の歌曲の中でも人気が高いのは、アイブ・サムシング、スイート・ツー・テリューとパートソング、ザ・バイキングスの2曲である。王立音楽アカデミーで教授として、教弁を取る傍ら、ファニングは1882年から、キルドホール音楽演劇学校のピアノ科教授となっていた。また、 王立音楽大学の前身である国立音楽養成学校でもピアノ科、家政学の教授を務めるとともに合唱の講座の指揮者をしていた。彼は1883年に学校が王立音楽大学になった後もこれらの職に泊まり続け、1887年まで務めた。1885年には音楽が非常に重要であったハーロー校の音楽主任の職も受け持つことになった。 彼は6人の音楽指導者を助手として従え、1901年までハーロー校での仕事に当たった。ファニングは退職した後はブライトンで隠居生活を送り、77歳でこの世を去った。ありがとうございます。